あれ、牧村。珍しいな、お前がここに来るなんて。へえ、全然気がつかなかった。ここんとこ忙しくてさ、ずっとカウンターにいられないんだ。いや、やり方さえ覚えたら簡単だよ。問題は人でさ。図書委員やってるやつが図書当番守らないもんだから。ここで貸し出し手続きとかする当番さ、図書委員の持ち回りになっているんだけど、みんな文化祭の準備とかに夢中でさ、ぼかしてこないんだ。そう、だから大変なんだ、棚の整理や新しく入ってきた本の分類なんかで。それにしても、牧村が毎日図書館に来てるなんて、正直意外だな。へえ。どんな本読むんだ？なんだ、童話が好きなんだ。いや、ごめん、童話をバカにしたわけでも、トーベヤンソンをバカにしたわけでもないんだ。その、ちょっと意外な答えだったんでね。トーベヤンソンのムーミンシリーズって結構借りていく人多いんだよ。リクエストも時々来るんだ。僕も時々読み返したりするんだ。楽しいムーミン一家とか。だけどこの学校の図書館、ムーミンシリーズが全巻揃ってないんだよね。ムーミン谷の11月だけなくてさ。で、今日は何か借りてくのか？牧村、何でも読むんだな。それとこの本なんだけど、今週中に返してくれないか。そうなんだけどさ、この本、体育の山岸先生が授業で使いたいって言ってるんだ。だから今週中に返してほしいんだよ。
話のコーナーも充実させるように今度提案してみるよ。山へでも登る気？あ、でも結構面白そう。次、私借りようかな。ジロジロ見て。それがね、ちょっと行き詰まってるんだ。さっきから一秒も進まないの。当然でしょ。物を書くって本当に大変なんだから。他人事だと思って勝手なこと言わないでよ。それが余計なお世話だっていうの。君なんかに小説のことが分かってたまるもんですか。心配なんてしてほしくないわ。楽しいわよ。決まってるじゃない。一体何なのよ。私が小説書いていることが気に入らないわけ？余計なこと言わないでくれる？せっかくのアイデアがまとまらなくなっちゃうじゃない。なんですって？
君にそんなことが言えるの？じゃあ、その現実の中で何をしているの？現実を直視して、それで何をしているの？私は遊びで小説を書いてるんじゃないわ。小説家になるって夢を持つことがどうして現実逃避なの？君は現実をただ遠くから眺めてる。ただそれだけじゃない。そんなの何もしていないのと同じよ。夢や目標を持っているだけ私の方がまだマシだと思うわ。悪いんだけど、もうちょっと静かにしてくれないかな。他の人の迷惑になるから。そんなの何もしていないのと同じよ。どうしてんの？さあ、一緒に帰ろうよ。何よ、用事って。はっきりしないんだから。わかった、もういい。もう絶対に誘ってあげないからね。
どう？やっぱりダメ？いや、そんなことない。とっても面白いよ。本当？プロットもしっかりしてるし、何よりも文章がいい。僕は好きだよ、こういう文体。永井君にそう言ってもらえると自信出てくるんだな、私。でも少し長いんじゃないかな。もう少し短くした方がこの章は良くなると思うんだ。ごめん、余計なことかもしれないけど。ううん、そんなことないよ。永井君の意見っていつもすごく参考になるし。じゃあちょっといいかな。ここんとこの主人公の心理描写だけど、気をつけてね。Thank you.